今ですね、モナコにいます。で、モナコの今、カジノの近くにいるんですけどね、海が見えるところに来ました。いいです。で、丘の上にね、街が開けてる感じです。で、そこに家とかマンションが中心ですね。モナコっていうのは世界で2番目に小さな国です。一番小さな国はバチカン市国なんですけど、でも人口3万人ぐらいです。なので人口密度高いんで、ね、家とか建ててられないんで、高層マンションですね。で、世界各国から旅行者来てるんで、ホテルの数も多いです。でね、マンションなんかもあるんで、外国人にマンションの部屋を買ったり、ね、好みで。で、今、この海のを見てるんですけどね、すごいですね。これホテルかな、ホライズン。あ、これカジノだ。あ、いや、すごいね、車が結構止まってますけどね。やっぱ走ってる車、結構いい車多いですね。特にカジノの、止まってるのは基本的にすごいですよ。多分カジノ入るとね、かけ方がやっぱ半端ないですからね。大抵賭け金も高いんですけど、もうかけ方が本当に1回のあたり運万円ね、とかかけてくるんでね、すごいですよ。10万とか20万クラスもかけてくるんでね。しかし綺麗ですね、海がね。